モーターズ。おはようございます、モーターズの大和です。日曜日の朝なんですが、今日はですね、これからちょっととある人に会ってきますという感じで移動してるんですけど、年末の動画でですね、モタコをプレゼントするよって言ったと思うんですけれども、そちらの当選者の方に今日はこのヌルエアロパーツモタコ、こちらを届けに行ってきます。実際にですね、お渡しして、その場でちょっと簡単に施工させてもらってですね、どれぐらいその人が効果を感じてくれるかっていうのも合わせて今日は動画にしていこうと思います。楽しみにしててください。声が出ねえ、朝は行くぞ。ヌルエアロパーツモタコ発売開始。はい、というわけでですね、今回年末の動画のモタコプレゼントキャンペーンにご応募いただいた M さんです。こんにちは。こんにちは。今日はですね、このモタコをプレゼントしに参りました。結構応募あったんですけど、唯一1名のご当選ということでおめでとうございます。 ありがとうございます、はい、早速じゃあ使わせていただきます。はい、今日はですね、この後 M さんとちょっといろいろお話をしつつ、実際にこのモタコを M さんにも体験してもらって、なんかいろいろ感じるのか感じないのか、リアルなところをチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこの車は、スバルのレガシー。そうです、レガシーの BP5 で、これ A 型になります。うん、平成15年式ですね。はいはい、おお、なるほど。はい、BP のレガシーっていうと、はい、4代目ですかね。そうですね、うんうん、4代目になります。なるほど。もともとこの車がすごい欲しかったみたいな。そうですね、私あのステーションワゴンが好きだったので、はい、その前はちょっとあのスバルじゃないステーションワゴンちょっと2台乗り継いだんですけど、うん、どうしてもステーションワゴンのね、王道っていうとスバルのレガシーとツーリングワゴンっていうのがあったので、はいはいはい、まあ実際車見に行って試乗したら、うん、あ、こんないい車があるんだっていうのが分かりまして。なるほど、はい、ということは新車でご購入。そうです。おお、じゃあ、もう20年近く所有されてる。そうですね、今年でもう16年やっと経ったと。ああ、はい、なるほどですね。まあ普段あまり乗らないんで、うん、距離伸びないし、うん、全然あの故障とかがないんで、うん、まあ、愛着が湧いてしまったんで、はい、まあ、唯一言えば燃費があの昔の車なんで、はい、まあ、パワーがある分そんなに燃費が良くなったぐらいですかね。なるほど。だけどまあそんな気にならないです。はい、リッターどれぐらいですか。高速乗ったら15ぐらい走ったこともあるんですけど、はいはいはい、大体高速乗れば12、3は走ります。うーん、あ、まあじゃあでも結構許容範囲というか、はい、なるほどですね。ロータリー乗ってる人とかから比べたら全然いいですね。そうですね。あの前の方の同じ EJ の20のエンジンなんですけど、はい、それに比べれば、まあ、オートマが4速から5速になったりとか、うんうん、いろいろ変わったんで、はい、まあ、燃費の方も前の方からは改善されてるみたいですけど。おお、なるほど、はい、ちなみにどんなとこが気に入ってますこの車。そうですね、これ3ナンバー枠なんですけど、はい、まあ、5ナンバー枠よりちょっと幅が広くなった程度なんで、3ナンバーとしてはもう取り回しがすごいしやすいって感じですかね。おお、なるほど。結構その手頃なサイズ。そうですね、あともう今の車はよく後ろの方も、はい、まあ、安全対策とかでピラーとかで覆われてしまったんですけど、はい、まあ、見ての通りガラスの面積が広いので、後方視界も今の車にはない、はい、あの視界の良さって感じですかね。なるほどなるほど、はい、結構いじってます。ですね、そんなにあのマフラーとイグニッションコイルとかは変えてます。はいはいはい、外観上はほとんどノーマルです。フロントのストラットタワーバーつけたりとか、はいはい、エンジンはもうほとんどノーマル、イグニッションコイルを変えたりとか、うん、あとちょっとサスペンションは車高を落としたいなっていうのを買った時はありましたんで、はい、まあ、車高調とかは入れずにローダウンサスをちょっと入れて20ミリダウンさせて、乗り心地ちょっと犠牲になってしまいましたが、はいはい、まあ、別にそんな変わらないかなっていう感じで、うん、普段乗りにはどうにか使えてるレベルです。なるほど。ただちょっとやっぱ20ミリ車高落とすだけでも、うん、ショッピングセンターとか、はいはい、そういうとこだとパンパンの下すっちゃったりとかそういうのもありますから、まあまあ、まあ、はい、まあ、ちょっと気をつけて乗るようにはしてますけど。なるほど、はい、あるあるっちゃあるあるですよね、はい、まあ、古い車なんで、うん、じゃあまあ本当に16年、はい、コツ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 乗ってきたっていう感じなんですかね、はい、そうですね、まあ、加速も、あ、結構いい加速しますね、はい、じゃあまあ
あれですかね、今16年ですけど、うん、まだまだこれからコツコツ楽しんでいくみたいな。そうですね、まあでも実はレヴォーグを出た時に買い替えようかなとは思ったんですけど、はい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 、今あの平日ほとんど仕事の平日車通勤とか今できないんで、うん、乗らないんですよ。なるほど。そうすると乗らない機会のが多いんで、はいはい、まあ、車庫に止めとく方のが多いんで、で距離もまあ伸びないんですけど、まだまだ調子がいいから、うん、まあ、もうちょっと乗ろうかなと思ってるんですけど、最近ちょっとやっぱ内装がギシギシ言い出してきたっていう、まだ今のところねトラブルがないんですけど、はい、まあ、そろそろいろんなトラブルが出てきたりする気配だから、うん、まあ、もし何かいい、ね、欲しい車があれば考えようかなと思ってるんですけど。なるほど、まあ、樹脂系はどうしてもってとこですよね、はい、エンジンは全然元気ですか？そうです、オイル漏れとかもせず、はいはいはい、じゃいいですね、はい、今走行が今ねまだ4万3000なんですよ実は。なるほど。だから普通の人だったらまだ4年目5年目みたいな、はいはいはい、はい、まあ、年間1万キロっていう感じですと、うん、走ってよくて荷物詰めてでパーツもいっぱいありますしね。そうですね。じゃあこれでぐるっとドライブして、はい、この後ちょっとモタコを施工させてもらっちゃいま す、ね、はい、というわけでですね、ぐるっと走ってきまして、M さんのレガシーをこれから洗車してモタコを施工していきます。というわけでですね、洗車が終わったのでモタコを施工していきます。はい、というわけで、今モタコの施工が終わりまして、これから M さんのドライブでちょっとそのモタコの効果を感じてもらおうと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、あ、なんか、はい、すごい軽くなった気がしますね。お、本当ですか？もう上がります。おべっかおべんちゃらいらないですよ、全然。大体なんかこういうのって、はい、まあプラシーボ的なあれもあるんでしょうけど、はいはい、うん、多分これ言われなくても、はい、なんか出だしの反応が、はい、アクセルの反応のがすごい速くなった感じしますね。あ、本当ですか、はい、転がりがいいみたいな。転がりがいいみたいな。私今日自宅からこれ乗ってきて、はい、さっきもドライブして、うん、今日1時間以上運転してるんで、はい、自分の車だから言えるんですけど、うんうん、これぐらい踏めばこんな感じだっていうのはもう分かるわけなんですよ。はいはいはい。で今もう出だしですぐ分かったから、おお、じゃあ明らかに違うという、はい、車は確かに先ほども言ったけど、うん、軽くなりましたね。あ、本当ですか、はい、おお、結構まあ理屈としては軽くなるのは全然間違ってなくてですね、はいはい、その通りのはずなんですけど、まあ、あとはなんかこう今まだ走り出してちょびっとなんで、そうそう、まだね数百メートルだから、はい、いろいろ走ってみてどう感じるかということですね、はいはい、こう少し舗装が工事中みたいな感じでガタガタしてたけど、うんうん、前に比べるとちょっとハンドルの取られ方が少し、はい、あの柔らかになった、ソフトになった感じしますね。なるほどなるほど。そうですね、はい、あのステアリングは確かに顕著に感じるかもしれないです、はい、これの効果がどれぐらい、毎日乗ってるところで今度こういう乗り心地の良さっていうか、そうですね、少し改善されたのがずっと慣れちゃうんで、はい、変な話これでまた来週乗った時に どんな感じになってるかとか、うん、一応 3,4 週間は効果は持続するかなと。結構体感できる範囲では、はい、でさらにこれ、はい、あの厚塗りしていくとより効果がこう強くなるので、そういう意味ではこう繰り返し繰り返しやれるかなと、はい、であのボトル1本で 5,6 回はいけるので、はい、なのでまあそうですね、はい、3,4 ヶ月分ぐらいは全然持つかなと、ね、まあ、私の洗車の周期だったら1年以上持っちゃうと思いますけど、はい、なるほど、はい、というわけで、下道から今度は首都高に入ってきました。まあ至ってスムーズですね、今乗ってる限りでは。なるほど、はい、だってスムーズです。ちょっと余裕ある感じになったっていうか、はいはい、でこれエコモードってあるんですけど、はいはい、エコモードにするとアクセルとかそういうの控えめで省燃費になるような制御になってるんですけど、はい、まあ、それだとあのつまらないというか、ね、せっかくのだから今日朝からこのエコモードは使わないで運転してきてるんで、はいはいはい、エコモードを切ったんじゃないのってこういう人がいても、まあ、それは違うよっていうことで。なるほど、はい、ありがたいですね、こうプレゼント抽選で当選していただいて。いや、まさか当たるわけはないだろうと思ったんですけど一応、まあ、興味はあったんで、はいはいはい、はい、
初めからのバカにしてたら、うん、こんなのいらないやって普通思うじゃないですか。はいはいはい。だけど、うん、まあ、あのプレゼントでもらえるんだったら、うんうん、欲しいなと思って、使ってみて、はい、見たいなと思って。なるほど、ありがとうございます。本当にね、そうですね、本当に今おっしゃっていただいたのが全てで、はい、ぜひこう皆さんに一度使っていただいて、はい、体感してもらって、はい、でもいいんですよ、素直に効果がなかったって言ってもらえれば、はいはい、いや効果ないってことはないですね、はいはい、ない人はもうなかったでいいし、はい、あるって方はあるでいいし、まあ、実際に僕はその効果を感じてはいるんですけど、はい、まあ、目に見えるものではなかなかないので、はい、それはこう実際に使って感じてもらえればなと。何らかの変化はこれ皆さん感じると思いますよ、はい、おー、はい、なるほど。乗り心地が少しソフトになったとか、はい、例えば今意識してないですけど風切り音が少なくなったとか、うんうんうん、それは絶対あると思いますね、はい、もったたんじゃんけんじゃんけんもたこ。はい、というわけでちょっとぐるっとドライブしてきました、改めて M さんありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました、はい。ちなみに、リアルな感じでいいのでモタコの感想を教えてもらえますか。そうですね、半信半疑で使わせていただきたいんですけど、はい、やっぱりもう塗った直後に、感じたのはまずアクセルのつきが若干良くなりました、うん、あと走ってて感じたのは一般道とちょっと首都高速の方を走らせてみたんですけど、段差の乗り越えのショックがマイルドに感じました。あと風切り音が少し、低下したのと、あとハンドルがすごいやっぱ軽くなりましたね。まあこれがまあ、慣れもあるんでしょうけど、はい、それぐらい持続して効果が感じられるかとかちょっと検証していただきたいと思います。はい、ぜひぜひ。あとは多分燃費とかも変わってくると思うので、はい、そこもこの後調べてみてもらえたらありがたいです。はい、はい、改めて今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、こんにちは、モーターズの山田です。突然ですが、モーターズチャンネルを運営しているウェブメディアモーターズではライターさんを募集しております。あなたの車が大好きという思いを文章に変えて、この世の中に車好きを増やす活動っていうのを一緒に頑張ってくれる方を募集しております。完全未経験でも大丈夫です。実際に今書いてる方っていうのもですね、ライター業を完全未経験のところからスタートした方っていうのも多数いらっしゃいます。詳細に関してはですね、概要欄の方に詳しく載っている記事がございますので、そちらをぜひぜひチェックしてみてください。まずは簡単なお話やメールでのやり取りだけでも大丈夫です。ご連絡お待ちしてますのでよろしくお願いします。